ハネです。マリーです。ようこそハネマリの世界へ。なに、犬になっちゃったの？マリーちゃん。そうだよ。そうだよ。はい、今日は。はい。止めて。おい。今日はサランラップ顔面割りチャレンジでーす。TikTok で流行ってるあれを、はねまりチャンネルもやりたいと思います。皆さん、花のパパとママと一緒にやってねー。やってねー。はーい。じゃあ、どんな感じでやるの？額縁の外側の枠だけのやつね、サランラップをかけて、このラップを顔面で打ち破ります。はい、これ簡単じゃないですか。これバンとかでやればもう簡単だと思う？簡単だと思うよ、これ。そんな薄いさ、サランラップでしょ。何重でも簡単だと思う。え、何重？まずやってみようか、練習で。じゃあ、パパ練習でやってみよう。はい、せーの。マジでパパ、おもんないわ。おい、ママ、強いやつ買ってきてや。はい、じゃあ丁寧に使ってよ。はい、今日の動画は以上になります。上にあるツイッターに先ほどくらいのピーって出すんだ。でも短いじゃん。サランラップ割りチャレンジじゃなくて、フレーム割りチャレンジになっちゃうじゃん。違う、もうなんか持ってるわ。見つけてきたから。なに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 、これ、これは、これは写真の可愛いです。これでやるの？額縁大事に使って。いや、今日は、写真フレーム割りチャレンジにします。違うもん。そうじゃない。今に、じゃあ私チャレンジします。多分割れないと思います。自信満々にできない。なんか3、2、1、スタート。怖い、怖い、怖い。はい、オッケー。ダメだ。全然全然ダメ。よーい、スタート。4、3、2、1。はい、いいよ。何、難しいの？誰が変顔できるかチャレンジしようか。すごい変だったよ、今。よーい、スタート。パパの力強いだね。縦噛んだら熱いじゃない？すごい、なんか絵の中から亡霊が出てくるみたいになってる。出られないよ。出られないよ。ベロでも開かないよ。あ、縦に切れた。だけど二重ですから。もう一重が切れない。隙間から出てくる。噛み切ろうとしてる。無理だったね。外側のね、1枚は割れたの。パリって。日本のサランラップの品質は良すぎじゃない？優秀だね。うん、どうしても割れなかったので、爪楊枝で穴を開けてちょっとだけヘルプしよう。何個も開けたらそれは簡単だからさ、これで開ける数を決めようと思うの。なんで？じゃあ今日はあの、視聴者どうする？褒美が1日好きなだけゲームやり放題。パパもやりたいよ。いいよ。パパは動画の編集とかやらなきゃいけないことだけやってから。動画も編集しない。動画アップもしない。一日中ゲームやり放題になりたいな。いいよ。いいな。1位だったらね、多分動画上げなくなると思います。うん、1日動画は上がらないけど、それはきっとパパがゲームをして楽しんだんだなってみんな思ってくれれば。フォートナイトやろう。やっほー。2位、3位は1日ゲームやっちゃダメ。え、2位はもうやっちゃダメなの？うん。2位はじゃあ30分、2時間やり放題。長い。ダメ。2位、3位はゲームなし。1日ゲーム禁止。 Oh no。 割れる？割れる？じゃあ、じゃあサイコロで大きい数さえ出せばきっと。え？オーチ。順番を決めるじゃんけんから。いい？勝った人からね。最初はグー、じゃんけんぽ、アイ
誰が一番最初はグーじゃんけんパン羽パパマリの順です。おー早くフレイリーワールドやりたいよ。ブーゲームやり放題は一等賞の人だけだからね。早いわ。上、縦にやっちゃうかな。縦に 5? 1、2、3、4、そんなのすぐ割れちゃうじゃん。せーの、1。おー待って、1秒もかかんなかった。サイコロの力だな。私が1位だからね。今の上回る1位なんて無理だよ。もうだからね。真ん中に上げた。いきますね。じゃあ、ハネ倒して。あ、ちょっと待って、まだカウントしてなかったのに。はい、やり直し。え、マジっすか。やり直しの1。はい。よーい。スタート。ところがちぎれました。はい、暫定2位です。さっき良かったのに。さっきはカウントミスで。カウントミスだったのでさっきのはなしです。どうしたの。2つ目。おい、これは違うよ。刺すだけね。よーい、スタート。1、2、3。おー3秒。はい、マリは2位でした。ということで優勝は、え、まだでしょ、3回戦でしょ。1人3回やるの、これ。そうだよ。秒数を足せばいいの。そうだよ。パパ今39秒だった。39秒だよ。パパ39秒だよ。パパ1日ゲーム権欲しいから。パパが負けねえ。1個1。イエーイ1。あれ、あの大きくしちゃえ。大きくしちゃえ。ダメダメ、1個でいいよ。おい、おい、全然だよ。全然だよ。はい、真ん中とかに動かないで1個ね。はい、はい、よ、よーい、スタート。1、2、3。3秒。1たす3は4秒ですね。はい、4秒。レクタってあげて。3。今のはね、しょうがない。よー、パパ、0.1秒。よ、よー、スタート。0.1秒。今のは0.1秒。マリは今3秒なの。次1秒1秒とかで3回戦頑張れば一等賞になれる可能性はある。マリしか3は出ない。よーい、スタート。ねえ、ちょっと待って、みんな企画のこと忘れてない？もうちょっと面白い顔してよ。本気でやっちゃダメだよ。本気でやっちゃダメだよ。いつでも本気でやっちゃダメだよ、あとは。マリがあまりに早すぎて 0.1 秒だったので一等賞はマリです。イエー、頑張れ。優勝の可能性が出てきた。わぁ、待って、企画を忘れてるって言ったの忘れてるよね。企画忘れてる。本気モードじゃんね。面白い顔を見せるってさっき言ったじゃんね。誰が言ったっけ。よーい、スタート。判明しました。今ハネとマリが1秒差なので、合計が同じになったら2人とも1位で2人とも1日ゲームやり放題になります。
いいよ。同点になるには1秒でそれを割るしかないから。それは決まっていいや。マリちゃん1人1日やり放題でいいや。この人にゲームやらせたくないから。この人にゲームやらせたくないから。それぞれの思惑が。そこ行く僕狙うは1秒いいちっていうかいいちの間だよ。せーのいいまだイモ言ってなかったのに。これでいいちだと思う。どうだ何聞いてたの何も聞いてなかった。そう聞いてない。今のマリは 0.1 秒です、はい、優勝者を発表します。おい、失敗喧嘩してたな。おい、失敗喧嘩してたな。3位はパパ 43.1 秒。これはやらせたな。1位はマリでしょ。はい、マリです。はい、マリは1日ゲームやり放題券を手に入れました。でーんでるでーちゃんとスタート待って。横がちぎれた。おいスタート。わっ、いやいや待ってるね。無理だね。無理だね。爪のところからだ。さあ一重チャレンジ、よーいスタート。うわもう上だ。まだまだまだいけおーい。うわーなんか勝ったのかどうかわからない。うん、マジで痛いよねそれ。インタビューの続きです。お横にして おー指です。あとね、 TikTok で海外の動画なんですけど使っているサランラップはね、日本と違うの。あれは伸びるタイプだよね。日本はね、伸びないんだよ。今度キャスだったらもう一回やりたいと思います。じゃあ次に海外に行った時にはお土産にサランラップを買ってこよう。今日はね、サランラップ割りチャレンジをやってみました。イエーイ。面白かったね。VTR、ツイッター、インスタ、TikTok、LINE のアカウント登録もお願いします。チャンネル登録ね。